らもう、ね、ここはもう寝るのが遅いですよ。遅いですよね。寝る気やったもんね。なこのベースです。これが本当は一個、これが本当あれね。でこれ一つ目じゃないですか。もう一個すっか待って二つ。そうな、そんなこれ痛いと思うよ。一人やから。ピンクどかして、これどかして、これどかして。まあこれすんするね、これ待ってやから。え、3なんすよ。3枚、これ柔らかいから、これ痛いから。3なにしときやろ。どうもないかな。寝にくいかな。なるほど。寝にくないかな。よし。もう布団がしっとーんとしとれんて。こうやって、すぐにやったら。ルビーの掃除機よ。え？ルビーの掃除機どうやって？こっちから、こっちからなんかできる。ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ちょっと待って。それから、一つ目は引っ込む、引っ込むだけ。本当だよ。下が長めやつだ。ああ。こういう中身違うんで。中身違うんか。ああ、中身が違うんや。普通しやすいもんな。本当に。普通難しいよ。もっと、だから私、ちょっとね、もっと持って。いいよ、いいよ。これ大丈夫や。大丈夫や。どうもね。あ、さっき施設なかったんですか。何の？あの吉田さんともめとったけど。でも、あの、あれに、うちの西江さんに物事を何でも言うやろ。うん。分かる。ああ、西江さんか西江さんか。だから、午前中に言うたこと、帰りの、うん、タイムカードを押すときに、うん、これして、あれしてこうって言うんやって。ああ、吉田さん。だから連絡がいい。ああ。仕事が終わってから。さあ、帰ろうっていうときに。午前中だと、午前中に話をしとるわけ。あ、はい、で終わるのが、わしはだから仕事終わるのは1時とかあれやろ、うん、それでもう帰りましょうって、帰る用意をしとるのにそこでポツッと言われるから、あれしてこれしてって。って言われたんやと、社長がどうのこうのって。うん、遅いやろって言うんや。ちゃうちゃう、遅いやろって言う、うん。あ、帰ったが帰ろうとしとるときに、うん、何でもごたごた言うてくるから、うんうん、わしだけじゃなくみんなでまだ使わなあかんがい、うんうん、これをしてあれをしてって命令せなあかんの、うん、遅いやろ、うん、分かる今やったらこうやってまだ11時やから11時に聞いたら11時に聞けるがい、はい、だから要はもっと早う言えってことね。おるときにもうだからあれに言うなっていうことを言ったよ、うん、西江さんに西江さんに西江さんに、うん、相撲さんにも言わんといて、はい、うん、言うなならだから、そうそう、お前、頭悪いって分かるなよ、二人とも。違うわけ？分かりました。あなたに言うてもどうもならんの。え？こうやろ、うん、で言わなかん、言わなかんって思うとって、最後のさ、ケツの件に言う境に腹立ってくれって。うん。
そうやったら他の人に言って、わしに直接言って、その時間に言われたら交渉をああしようって言えるから。そうやろ。それを、いや、あのマネージャーおったやろ。ああ、吉田さん。吉田さん、マネージャー。マネージャー。あのフロントの方のマネージャー。ああ。おったやろ、いつもおったやろ。松林君か。松林って言ってる。うん。だからあの人に、お願いしたい。ああ。意味わかる？わかります。ほんで勝手に何でも社長やってて、わしんとこはケービックスやってくれって。ケービックスの社長。ほんであんたんとこは大花火キューベの社長。ね、それを何でもかんでも社長が言った、社長が言った。わしだから言うこと聞かんよって言うたよ。どっちもどっちもわかんなかったよ。どうでもわかんなかったよ。だから、ね、分からないから、わしはケービックスっていう会社の社長の言うことは聞く。うん、お花火キューブの社長の言うことは聞かんとは言わんけど、わしには分からんって言ったよ、うん、違うのか、うん、あれせこれせって、だから会社が違う、だから何でもかんでも会社が違う、社長が言うたからって言ってくるって、ほら前も言うとったよ、社長、本当に言うとるかもしれん、自分のあれで思いで上から社長が言うたからって言うとるか、だからあんたがするとわしの社長は違うんやから、うん、そう、社長が言うた、社長が言うたって、それだけは言わんといて。デビックさんの社長に聞くし、うん、ね、そこって、お花見キューベイさんの社長は聞かんって言わんけども、そこたちは分かんないって思います、ね、分かるよ、それは分かるよ。分かるやろ、分かるよ。ほんとはそこで入ったのがさっき、岡林くん。ほんが、わわぶなワンクッション、わって、うん、僕が、うん。だから僕に言ってって、あの鈴木さんが岡林くんに言うと。うん、ああ、そっか。うん、わわわ、教えたの、ほんとはね。そうそう、なんなんだろうな、もう1時半で小さ帰りましょうって言うぐるにポロって言うやから、それはですね、えっ、ー、それから話しませんじゃんの、うそやろ、ここはにこそれしたら、ロビーね、やさんとロビー行って2人で、えっ、やさんも終わったよ、ロビーやっと数時間早押せ、うん、そうそうそう、その帰り際なんていうのはダメやって、だいつもギリギリに言うからみんなこんなんなれん、こんなん、うん、イライラするやん、イライラする、私たちイライラするわ、それここはしない、うん、だからまともな人間に話を言ってくれれば終わる、うん、まともじゃないから話わかるわかるよ、
だからあの人は見てもこうならないとダメだよ。おお、そうだそうだ。